近くに欠片があるみたいだ。探してみな。探してみな。邪魔だ。
を探知したぞ。周囲を探してみたらどうだ。ドン。敵の手配。皆さん気をつけて。最新型の警備ロボットです。重火器と近距離武器両方を備えてる可変型で、あらゆる距離の作戦にも対応できます。相手を殺す気満々じゃない。これ本当に警備ロボット？
みんな、気をつけるぞ。さあ、邪魔だ。はやっ、よっ、はっ、さあ、とれやっ、とっ、へやっ、はっ、さあ、よっ、はっ、あっ、さあ、とっ、へやっ、よっ、とっ、ざい。園長さん、喜びそう。どうにかしないと、きついぞ。どうにかしないと、きついぞ。道に迷ってばかりで疲れたわ。誰かさんが道案内してくれないから。私は交番じゃないんだよ。人に頼らず自分で何とかするんだね。実は案内したくても揺らぎが影響して、こちらではルートを絞れないんです。先輩もはっきりそう言えばいいのに、負けず嫌いだな。強行突破をやめない。何か方法があるはずだ。ご無理は禁物です。皆様、急がば回るですよ。きっと方法があります。
はっ、よっ、しないと、キレと、はっ。もう、ここなんなの。早く抜け出したいわ。へいや。どこもかしこも敵だろけ。そりゃ、はっ、さらっと、邪魔だ。よっ、へやっ、はっ、せやっ、店長さん、店長さん、と、へやっ、よっ、はっ、邪魔だ。へやっ、さらっ。何かを探知したぞ。周囲を探してみたらどうだ。何かを探知したぞ。周囲を探してみたらどうだ。お宝の匂いがするよ。踏まれ調べるんだ。悪い子だらけね。受けてみろ。周囲に龍脈石のかけらの反応あり、回収だ。
この服、一筋縄ではいかないぞ。店長さん、店長さん、
よかった。よっ、失礼にも程があるね。すぐに楽にしてやるよ。炭火にもかも燃えろ。ユマちゃん、ここまでのようですね。その子に近づかないで。ではそろそろ行きま…何？相変わらずタイミングが良すぎるやつだ。まったく、口で言っても聞かない人たちですね。エリュシオンのお嬢さん、そちらもお引きなさい。